岩崎国彦は、日本の中小企業診断士、小学者。学位は博士。静岡県立大学経営情報学部教授、大学院経営情報イノベーション研究科教授、大学院経営情報イノベーション、研究科付属地域経営研究センターセンター長。生の機は、木はいわゆる、立つ先であるが、 ジス X0208 に収録されていないため、岩崎国彦と表記されることも多い。国民金融高校、東京都庁での勤務を経て、長崎大学経済学部助教授、静岡県立大学経営情報学部助教授、静岡県立大学大学院、経営情報学研究科付属地域、経営研究センター副センター長、 静岡県立大学経営情報学部准教授、静岡県立大学学長補佐などを歴任した。1964年生まれ、神奈川県厚木市出身である。上智大学経済学部経営学科にて経営学を学び、卒業後は国民金融高校に就職した。その後、東京都職員となり、東京都庁労働経済局の商工指導所に勤務した。 その間、横浜市立大学大学院にて、経済学研究科の修士課程を修了し、上智大学大学院の経済学研究科でも、博士後期課程に在籍した。なお、学位としては修士、及び、博士を取得している。2016年11月24日、6時、産業科、の商工連携フォーラム院仙台にて1999年から、 長崎大学に転じ経済学部にて、講師や、助教授を務めた。その後、静岡県立大学に移り、経営情報学部経営情報学科にて助教授、准教授を務め、経営情報学研究科に設置された、付属地域経営研究センターでは、副センター長に就任した。また、カーティン工科大学のカーティンビジネススクールや、 東京農業大学などで客員研究員を務めた。現在は静岡県立大学の経営情報学部にて教授を務めており、大学院経営情報イノベーション研究科の教授も兼任している。なお、経営情報イノベーション研究科の前身となった経営情報学研究科は院生が終了する2012年3月まで存続するため、その間は、 両者の教授を兼任している。また、2011年には、学長補佐に就任し、同大学の経営情報イノベーション研究科に、付属地域経営研究センターが移管されてから、初となるセンター長も兼務するなど、様々な役職に就任した。中小企業診断士の資格を所持しており、中小企業診断士試験委員も務める。 2016年11月24日、6時、産業家農商工連携フォーラムイン仙台にて、リメール顧問島森康友、南部美人代表取締役、久慈康介、伊豆沼農産代表取締役、伊藤秀夫、船形マッシュルーム営業企画部部長、長沢大輔と専門は小学であり、特に、マーケティング論などについての研究が多い。産学連携にも、 意欲的であり、静岡県の観光に緑茶を絡めた、静岡型ツーリズムの研究を、観光会社と共同で進めている。これらの業績により、世界緑茶協会のお茶パイオニア学術、研究奨励賞や、商工総合研究所の中小企業、研究奨励賞などを受賞している。また、2019年度の教員活動評価にて、特に高く評価され、 2020年に静岡県立大学学長表彰を受けた。2019年に地域引力を生み出す観光ブランドの教科書を上司したところ、その業績が評価され、日本観光研究学会の観光著作賞を受賞している。6次産業科の商工連携フォーラムイン仙台のめくりには岩崎と表記されている。ありがとうございます。